ドミートリー・アレクサーンドロビチ・センニコフは、ロシア・レニングラード出身のサッカー選手。ポジションは DF。1976年、レニングラードにて生まれた。ゼニトフットボールスクールを卒業後は、プロクラブと契約に至らなかったことから趣味として、サッカーを続けた。1996年ファーストディビジョンの FC、ロコモティフサンクトペテルブルクと契約した。そして2年後の1998年に、強豪の PFC CSKAモスクワからオファーが届いたことから移籍をした。しかしクスカではレギュラーになれずに新肉やロスラブリにレンタルをした。1999年、FC ルビン・カザンへ移籍。ここで結果を残し2000年に FC ロコモティフモスクワへ移籍をした。ロコモティフ在籍期間中はリーグ戦を190試合以上出場し5得点を挙げ、リーグ戦やカップ戦優勝に貢献をした。2010年11月下旬、ロコモティフとの契約が終了し、退団をした。2002年3月27日、エストニア代表との試合で、ロシア代表デビューをした。2002FIFA ワールドカップや UEFA ユーロ2004に招集された。FC ロコモティフモスクワ。ありがとうございます。